溝下秀夫は、日本のヤクザ。福岡県北九州市を本拠地とする指定暴力団、工藤会の三代目会長、四代目総裁並びに、同代名誉顧問。極道一番絞りや、愛嬌一本締めなどの辞長を世に出したことからも知られた。1946年、福岡県加古郡海田村小峠に出生。実家は、極貧の募集家庭だった。 24歳で、溝か組を結成し、同組織を率いて1979年に草の一家へ合流。その翌1980年における若頭への就任を経て、1990年に工藤会の会長へ。2000年をもって、総裁江氏示族と共に、会長の座を野村悟に前上。2006年より名誉顧問の役職に就いた。 会長に就任した直後の1991年には暴力団対策法に関する RKB 毎日放送の取材に対し壊滅といっても同性裏で繋がっているからかえって犯罪がやりやすくなるそのうち殺人や窃盗の下請け会社ができるのではないかと述べるなど強気の姿勢を崩そうとしなかった2008年7月1日に北九州市内の病院で死去 61歳であった。6日に市内で開かれた葬儀には、日本全国からおよそ1000名が参列。およそ800人の私服警官を動員した福岡県警による限界態勢の中、九州誠同会のみを除いた全指定暴力団の、東大内市はその行代の参列に加え、四社会の名誉たる非指定団体、熊本会の東大の参列や、同じく非指定たる、 東亜会の東大による強化なども確認された。名誉の野村悟とともに、元は激しい構想関係にあった、工藤会と草の一家の一本化に尽力。その稽古な統率力と行動力と思って実現させた、組織の権威と改革の断行が、後世の評価の的とされた。草の一家の若頭であった頃から、すでに逸材としての評判を集めており、山口組と、 同人会との間に大規模な抗争が発生した1980年代に、あっては、草野一家総長、草野公明と、太州会会長、大田州春の意向を受けて、和平工作に奔走、自ら山、同窓法に掛け合う形で功績を挙げたことが評価された。服役中の子外卒議に代わって、当時の同人会を指揮していた、松尾聖二郎とはほぼ同年齢であり、 その松尾と並ぶ九州国道会の未来の二大巨頭の一方であるとする全評判を当時から獲得していた。事務所にコンピューターを導入しそれを自ら操作するという近代的センスは安田正樹の特筆の的となった。現役時代に国道一番絞りやその続編にあたる愛嬌一本締めなどといった自身の随筆集を上司。 読者のみならず関係編集者らの間でも高い人気を誇ったと伝えられている。ありがとうございます。